楽に流される世の風潮。それによって途絶える命運を余儀なくされつつある憲法の流派があった。その憲法の名は山のごとく動じぬ精神、水のごとくたおやかなる心を常とする。だが清流も場合によっては岩をも砕く激流となる。肉体より精神に重きを置き、人としての強さを追求する憲法、それがこの憲法であった。はっ、やはりダメか。もはや一刻の猶予もならん。この体が言うことを聞くうちに委ねねばならん。強い体と心を持った若者に我が憲法を。かくして老子は後継者の若者を探すため、久方ぶりの下山を決意したのであった。
この知恵をもって敵を封じる。無駄じゃよ。それそれ。ご苦労。ちょっと待ちな。こんな寂しいところを不用心に歩くあんたが悪いんだぜ、じいさん。さあ、有金置いてきな。こんなしじゃ。何？すまんが、あいにくと持ち合わせておらんのじゃ。お主のようなやつにくれてやる金はな。くっそ、じじいだって手加減しないぜ。長生きも今日までだ。それそれ。私がこんな老いぼれじじいなんかに。娘さんならばその老いぼれを大切にするもんじゃ。しかしなかなかの動きじゃった。雇うなどしているより、お主剣法をやってみぬか。叫んじゃないよ。けど、このままじゃ私の気が収まらない。教えてもらおうじゃんか、その剣法とやら。ただし、弟子になるためじゃないよ。あんたをコテンパンに叩きのめしてやるためさ。ほほほ、全く息のいい娘さんじゃ。娘って言うな。私はレイ。レイクーゴって立派な名前があんだから。わかったわかった、そんなに怒るな。かわいい顔が台無しじゃぞ。まったく口の減らないジジイだね。さあ、とっとと行くよ。Come on.
ことシマリスのごとく。口ほどにもない。ごめんなさい。やはり老子様ですな。助かりました。今のは孫のユンなんです。優しくていい子なんですが、最近様子が変なのです。両親もなく、私が一人で育てたせいでしょうかね。なんだじじい。早く出せよ。はい。しけてやがる。もっと金持ちから取ってきな。早く行けよ。いやだ。なに？今までお前たちが怖くて言いなりになってきた。でも、もうごめんだ。おばあちゃんが病で働けないからって他のお年寄りからお金を盗むなんて。謝るなら今のうちだぞ。謝るもんか。このままじゃ僕は一生臆病な負け犬だ。
それがお前みたいな弱いやつの人生なんだよ。諦めて行ってこい。やだ。てめえ。こっから先は行かねえのが長生きの秘訣だぜ、ジージー。失礼する。なんだジージー、お主その少年よりも強いのか。当たり前じゃねえか。残念ながら弱いのはお主たちの方じゃ。バカ言うな。この孫子王様がこんなチビより弱いわけねえだろ。肉体はな。だが強さとは肉体だけを指すのではない。この少年の方がお主たちよりも強いとわしは思うぞ。どこかだ。まだわからんか。心じゃよ。なることシマリスのごとく。そこだ。謝るなら今のうちだぜ。そっち。どうこの知恵をもって敵を封じる。うそ。バロ。そこまでじゃ。このジジイ。思い出した。このジジイ、あの剣法の老師だ。だ。立派じゃったぞ。そんな、あなたのお金を盗んだ僕を立派だなんて。あ、お金お返しします。ありがとう。これからもその心の強さ忘れずにな。待ってください。僕を弟子にしてもらえませんか。ん？そうですよね。こんなチビな僕が剣法なんて。すみませんでした。
食い逃げだ。ついに捕まえたぞ。さあ今までの代金耳揃えて払ってもらうね。ふしゅう、お金ないち。だったら出るとこ出てもらうね。ロス様、この男いつもうちで食い逃げするね。おかげでユンホ一のホイ判定も上がったりよ。ロス様、これは締めてほしいよ。まあまあ、ダメダメ、うちも商売ね。母ちゃんに、それに子供たくさんたくさん。それともロス様、肩代わりしてくれるか。よかろう。おお、さすがロシ様ね。お前、ロシ様に感謝するよ。このやったらチャーシューにするね。お主、なぜ食い逃げなど。おら、頭悪いから誰も雇ってくれないっち。けどおら体大きいっち、人よりたくさん腹減るっち。お主、それだけの体生かさねばもったいないぞ。え？おらこの体のせいでバカにされてきたっち。この体が役に立つんか？その体は立派な個性。それを生かすも殺すもお主次第じゃて。オラのこの体が個性？その体であそこまで動けるとは大した個性じゃ。あれは逃げるのに必死で。わしのところに来れば飯くらいいくらでも食わせてやろう。ただしちょっとばかり運動してもらうがな。飯もうまくなるぞ。あはは、うまい飯が食えるんなら何でもするっち。お主、名はサモ、サモハッカだっち。早くうまい飯食わせてくれっち。あちょお願いです、ローズ様。僕を弟子に、弟子にしてください。わしの負けじゃ。ローズ様。お主は明らかに勝ち目のない奴らに勇気を振り絞った。そんなお主ならば、わしのところに来なくても強くなれると思ってな。強さとは
男であろうが女であろうが、体が小さかろうが大きかろうが、そんなことは問題ではない。強くあろうとする心、それこそが強さなのじゃ。はい。名前を聞いてなかったの？僕はユン、ユンジョウと言います。よろしくお願いします、お師匠様。さて、これで弟子も3人か。汚いところじゃが、わしの道場で早速稽古をつけようかの。我が剣法の道場じゃ。うわぁ、本当に汚ねえぜ。ここが僕が修行を積む場所？そんなことより腹が減ったっち。腹が減っては戦ができんっち。お師匠さん、まずは飯にしてほしいっち。残念じゃが、早速修行じゃ。しぇー、あんな山道を登ってきて休む間もなくですか？泣き言言うんじゃねえ、てめえら。上等だ、早速追っ始めようぜ。まずはお主らの今の力を見極めさせてもらう。私から行くぜ。レイカ、遠慮せずに来るがよい。言われなくたってそのつもりよ。なることシマリスのごとく。そこだ。まだまだ。そこまでじゃ。どっちじゃ。オラが行くっち。少しでも腹が減らないうちに。稽古が済んだらたらふく食わせてやるぞ。たらふくの飯。シマリスのごとく。チャー！お！まだまだ。ローコの知恵をもって敵を封じる。隔離の道も一歩から。ご苦労。
しる。まあこんなもんじゃろ。さてユン、どうする？怖いならやめておくか。行きます。わしを殺すつもりでかかってくるのか。やりおる。これは楽しみになってきたわい。こんなに早く三人も見つかるとはのう。こんなに疲れたのは久しぶりじゃ。じゃが、心地よい疲れじゃ。サーモ。め、飯まだっちか。お主、まだ食欲があるのか？さて、まずは基本となる体力をつけねばならん。この山頂は空気が薄い。ここで自由に動けるようになれば、かなりの体力がつくはずじゃ。今日の修行は全部で4000というところじゃな。さて、誰から行くか。来なさい。あと三戦じゃ。やったろうじゃ。来なさい。それそれ。シマリスのごとく。
この知恵をもって敵を封じる。思ったよりやりおるわ。あと2000か。やったろうじゃ。来なさい。あと一戦じゃな。やったろうじゃ。来なさい。猛虎の知恵をもって敵を封じる。この拳は獅子のごとく。まだまだ。おっと。今日のところはこれくらいにしておくか。どうじゃ、きつかったろう。どうってことね。いや、姉さん。バカ野郎、手助けなんかいらねえよ。いや、ダメっち。レイは女の子だっち。女には優しくしなきゃダメっちよ。私が女？今日はこの竹林で速度を上げる修行じゃ。速さか。おら自信ないっち。随分と動きにくい地面ですね。ここは私にとっちゃ庭みたいなもんさ。では始めるぞ。私の速さ見せてあげるよ。来なさい。ことシマリスのごとく。それそれ。まずいね。うりゃ。龍虎の狩りを止める技じゃ。
あと3戦か。私の速さ見せてあげるよ。来なさい。シマリスのごとく。まだまだこれからじゃぞ。あと2戦じゃ。あたしの速さ見せてあげるよ。来なさい。この知恵をもって敵を封じる。まずいね。軽やかなることシマリスのごとく。まだまだ。あと一戦か。あたしの速さ見せてあげるよ。来なさい。そこだ。シマリスのごとく。今日はここまでじゃ。皆口では強がっているが、今日の修行は答えたじゃろう。どれ、様子を見てみるか。さすがにクタクタか。硬い床でも死んだように眠っておるわ。ん？ユン。
サモさんには体力、レイさんにはスピードがある。くそ、負けるもんか。ユン。さて、お主らもどうにか基本はできてきた。今日からはわしとの実戦で力を身につけるのじゃ。望むとこだよ。お塩さんに勝ったら飯はもっとたらふくにしてくれっち。実戦とは相手がお主らの命を狙ってくるということじゃ。だからわしも本気で行かせてもらう。こやつらも随分と強くなった。今のわしが連戦できるのは四戦というところじゃろう。さて、誰から行くか。実戦か、上等だよ。来なさい。それそれ。まずいね。まだまだ。あと三戦か。実戦か、上等だよ。来なさい。それそれ。これほどまでとは。あと二戦。実戦か、上等だよ。来なさい。この知恵をもって敵を封じる。まだまだじゃ。なんだって。まだまだ。
この知恵をもって敵を封じる。この怪我をも止める技じゃ。あと一戦か。実戦か。上等だよ。来なさい。そこか。なんだって？ローコの知恵をもって敵を封じる。ヌン。百里の道も一歩から。ここ待て。じゃあ、お師匠様、じじ、なに、大丈夫じゃ。お主らがわしの想像を超えて上達したということじゃ。今日はこのわしが休まねばならんようじゃな。そうして老師と三人の弟子の修行の日々は瞬く間に過ぎていった。さて、今日は大切なことを教えよう。お主らは確かに強くなった。だが強さとは相手を倒す力ではない。自らの身を守ることも強さのうちじゃ。ロス様、ロス様。あんたまだオーラを。違うね。ウォンの町のならず者がユンファの市場に来てやりたい放題よ。ウォンの町の孫子王だ。きっとユンファならロース様の目も届かないと思って。僕が行きます。うぬぼれるな。今のお主が言ったところでどうにもならん。確かに今のお主らなら奴らを倒せるじゃろう。だがその恨みはお主らではなくユンファの人たちに返ってくる。
力に力で対抗したところで憎しみを増やすだけなのじゃ。お主らはまだ心が鍛えられておらん。老師様。案ずるな。ユンハにはわしが行こう。お主らはここで稽古をしておるのじゃ。よいな。わかりました。酒だ。早々に立ち去れ。お主らとて痛い目を見たくはなかろう。この俺があの時のままと思うなよ。ギハ門団に入り厳しい修行を積んだのだ。くらえ、俺様の新必殺剣。そこか。軽やかなることシマリスのごとく。謝るなら今のうちだぜ。この拳は獅子のごとく。どら！俺を怒らせたな。じゃあこのままで済むと思うなよ。オディワン・リー様がお前らを叩き潰してくれるだろうよ。あ、兄貴。オディワン・リー、ギハ門団。やったね。さすが老師様ね。Thank you.
ユン！サモ！目を開けんか、サモ。サモ！レイ、どうしたのじゃ？じじい。すまねえ。ジジイの留守中、ギハ、モンダンとかいう奴らが、私ら、死に物狂いで戦ったんだけど、あいつら、すごい数で。ユンとサモは？中に。しっかりするのじゃ、レイ。許さん。許さんぞ、ギハモンダン。ユン。サモ、すまなかった。悔しかったろう。苦しかったろう。この老いぼれも、すぐ行くからな。待っていてくれ。これからわしのすることを、よく見ておくのじゃ。今のわしにはもう何度もできんことじゃからな。わしの息遣い、間の取り方、その一挙手一投足を、その目に、心に、しかと焼き付けるのじゃ。今のお前にはできようはずもない。しかし一度心に焼き付けておけば、お前ならそう長くはかからんじゃろう。今日はこれまでじゃ。ゆっくり休め。どこ行くんだい？ちとあいつらの墓前に行ってこようかと思ってな。
老いぼれが一人で仇討ちかい。お見通しだよジジイ、一人で行くってんならこの私を倒してからにしな。バカ者、ちくしょう、私のせいで、私のせいであいつらは死んだんだ。こんな私をちゃんと女として見てくれたあいつらが、この私のせいで。レイ、泣いている暇があるか。行くぞレイ、ギハモン団をオディワン・リーを倒しに。来るところではない。あいにくと用があるのじゃ。その老いぼれがな、軽やかなることシマリスのごとく、シマリスのごとく、
もない。それそれ、そこまでじゃ。この知恵をもって敵を封じる。それそれ、この知恵をもって敵を封じる。それそれ、知恵を持って敵を封じる。ご苦労。はい。まだまだ。ロース。それそれ、知恵を持って敵を封じる。
この知恵をもって敵を封じる。ご苦労。口ほどにもない。